かっこいい。これかっこいい。色がいいね。うん、ヘリノックスのタープです。この生地が黒々になってるんで、日差しを抑えれてすごいいいと思います。シャコ？シャコか。シャコ？シャコ。いいね。いいね。あ、やっぱりすごいいいかも。ポールは長さが調節できます。何それ、こんなちっちゃい袋に収納できるみたい。そう、ちっちゃくない、ちっちゃい。本当にこれに入る、これで入ったらすごい、ね、これで入るの。本当にこれがポールも入るの。いや、それは今聞いてみないと、うん、すいませ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 ん。これって全部これの中に入るんですか。ポールは入らないです。ポールは入らないです。これ4つなぎになるんで、ここでこの長さになります。入るの、入るの。ちょっと飛び出るぐらい。そうですね、ああ。ここまで遮光性のあるタープってなかなかないですよ。あ、へえ。黒塗ってる、黒塗って言うと。はいはい。こうなるだけでやっぱり去年とかすごい暑かったじゃないですか。はいはいはい。これで全然しのげるぐらいかなっていう。ああ。機能素材とかちょっと裏がニットっぽくなってて、はい、補正してくれるんですよ、ある程度。へー、熱くならない結露、結露。あ、へえ。これで今年の新作。そうです。やっぱりこれ直接火が入らないからもう涼しくなるってことですよね。多分普通のアイロンだとやっぱりちょっと入っちゃうんですよ。ああ、はいはいはい、黒じゃない場合。はい、すごい涼しい。寒い、今は、今日は寒いぐらい。これ立てるの、設営は大変じゃない。あ、すごい簡単ですよ。あ、まあ、普通のタンクと同じなんですけど、まあ、ここに2本ガイラインが効いてあるんで。はいはい。じゃあ、まあ、普通の単純にこれを立てたときに、はい、というか、これをパッと切らあ、はいはい。こういった状態でこのポールの先はちょっと違いますけど、はい、この位置に、この位置とこの位置にペグを刺して、はい、ここに、あと上げるだけなんですよ。なんで感覚的にポールの上に置いたところのエンドのラインから45度に刺せば、はいはい、あとは立てるだけで。あ、へえ。一人でも楽に。できるかな。持ち物持ってとか、今来ますから待ってみたいな。そういうのはあんまり必要ない。ああ、なるほど。針の調整。これはちょっと開きすぎてる。開いた時にここの。ああ。あと両方同じようにして立てるだけです。うーん、はい、いいね、涼しいね。あとはもう少しずつポールを追加すればもっと居住空間も広く。ああ、追加でポール買うこともできるんですか。純正ではこれ全く同じのが出たいんですけど、ああ、このメーカーの DAC っていうメーカーのポールがあるんで、あ、使ってもらっていいですか。あ、ここを上げられれば、ああ、はいはいはい、
あー、うーん、これ長方形なんですよね。長方形ですね。ありがとうございます。